一応でっかいモニター1個だけあるんよね。だからそれにつなげときます。前もそれにつなげといたんやけど、でかいな。なんか止まってない？大丈夫？あ、チャンス来たかも。止まってる。あ、動いてたん。俺を油断させる。だからアンバウンドだから次乗り越えればよかった。いろんな構成回しまくってたらもうぐちゃぐちゃになるな。解かせたいこの思い。これどこ、これこれどこやったっけ、マップの名前負けちゃった。ここでアンバウンドを使って、ワンパンが見えました。君を追い越します。危ない。おっと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 、ワンパーン、気持ちいいです。ありがとうございます。気持ちいいね。しょっぱなから、悶絶のお年頃に釣っといて、おいしいね。マーロ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 。そういや、ソシーの動画でヒカキンアンチ少しずつ増えてるみたいなネタ見たんやけど、絶対それだけはないと思った俺。成人のシンボルとまで言われてるやろ今ヒカキン様は。これそれ、それ抜いてもいいけど、この人速攻ワンパンやで。その救助はグロい。それはグロすぎる。君たちパーティーじゃないのか。なかなかにグロいぞ、その救助は。地獄行き確定やで。今のは。今のちょっと気の毒、敵ながら割と気の毒やったな今の。俺はあの中国に来パーティーではあるけど、雑技団、あ出てきたんか、雑技団ではないね。これまた抜きに行ってんのかな、これこれ。あーちょっと待って、なんで俺か、あーもうもったいない今の。最悪。わ、しっかり見てる、偉い。この人、下手ではなさそうだな、この動き見る感じ。落ち着いとるよね。ただ、このアドバンテージはずっと握っておきたいね。おたー、バックステインです。気持ちいいな、やっぱり何回決まってもバックステインは気持ちいいね。昔、まだその DVD、ね、今こそこうやって大会勢の人が動画出したりしてるけど、なんかそういうのもない頃、俺、バックステイン講座みたいな動画出しようだんな。超昔。めっちゃ懐かしいねんけど。見た人おる？あれめっちゃ懐かしくない？昔出してたよな、俺そういうの。なんかフェイント講座みたいな。練習方法こうですとかさ。懐かしくない？あ、この人偉い。しっかり見てる。でもこれ倒さんといかんねん、もう。
あ、それ欲張ったな。もったいない。オッケーオッケー。家族が旅行行って寂しくないですか言うて。あー、まあ、寂しくはないな。それほど悪い状況じゃないわ。寂しくはないけど、あの雨やったからちょっとかわいそうやなと思いましたね。初日はもう晴れてるんやろ。関東の人、今日箱根に着いたって言いよったで。なんか俺勘違いしてたけど、箱根、まあ初日は箱根観光して箱根のホテル泊まって、で2日目が東京観光して東京のホテル泊まるらしい。あ、いって、マリオカートで体動くタイプ。俺最近学んだんやけど、デッドハート、あ、 DS 打った後もう漏れなくデッドハート飛んでくるから、すぐ振ったらあかんのよな。俺結構これ忘れるんだよな。結構忘れてまわへんこれ。ペン味噌、ペン味噌殴って一人買い壊ったな。なんか我慢してた、連れてもた俺。ここじゃないか、向こうかな。ここ回してんのか。あ、二人とも発電機関係ないからもうこれは。冬乱つなげたいですねこれ。入った、もったいないな今の。まあまあここ一旦リリースしましょうか。こんなにここを回ってないかな。お、ムハンマド久しぶりじゃん。元気してた。俺ドバイ在住の視聴者おんねん俺。ムハンマドくんです。なかなか通じ合えていません。ただほぼほぼ我々コミュニケーション取れてないです。はい。あれ、こっちがおらへんかったっけ。オーケー。昔の動画と比べてマイクが進化してるのが分かりました。あ、マイク確かに変わったかも。確かに昔マイクもやけど、音の設定が全然ガバガバで、まあ言うたらもうマイクを加えてるみたいな状態で配信してましたよね。こう、例えば、こう、息の、
とかさ、とか、いろいろ、こう、喋る、間にさ、こう、鼻スーンってやったりさ、こう、息、強く吸ったりさ、いろんな、あれあるじゃん。それを、まあ、こう、一般的にノイズと言われるやつを、消したりしなかったから、もう、すべてダダ漏れやってんけど、まあ、慣れてくうちに、そういうのをしっかり、消したりしてるよね。まあ、あとシンプルにマイクのお値段が上がったっていうのもあるけど、お上品に言ったけど、イベントのキラーの札、これキラーだけじゃないよ、サバイバーもあるよ。例えば今選ばれてるやつやったら、今選ばれてるやつだったら、サバイバーは、その、負傷段階が、まあ、いろんな負傷段階あるやんか。が、1段階回復して、まあ、衰弱だけ回復せえへんのかな。で、ワンパン状態になるかな。わあ、びっくりした。なんかいろいろと渋滞してるけど大丈夫かな。で、この次のカードはキラーが短中化で、サバイバーが確か痕跡残らへんのちゃうかったっけな。まあ、俺が一番好きなのは、あのトーテムがアニバーサリートーテムになって触るとポイントが3500点もらえるやつ、まあ、これが一番好き。おらんかな。あ、おったやん。あれ、起こしに行ってる？これまあ、痕跡残ってなかった。あれ、あ、起こしに行ってるわ。あった。さすがにこれはいけるだろう。あとはアニバーサリーチェストって言って、これサバイバー、すべてを諦めている。すべてを諦めた。もうでもこれさすがにもうヤサオリとかできる次元じゃないからな。これはでももう発電機5台残ってしまってるから、これは無理よ。優しくしてあげたいけど、さすがにすまない。これはサバガーも多分事故ってたからな。珍しいね、中国人気のパーティーって大概あの連携エグいんやけど、あ、今回はなんか知らんけどずっこけ4人組みたいな感じでちょこちょこミスがあったね。ただこれ相当ポイントうまいぞ。うわ、えぐい。39万かな。いや、40万超えるかな思ってたんですけどね。うん、すごいねこれ。これあれじゃない？あ、でも一回耐久いったかな。これ発電機5台残し12釣りっていう、なんかわけのわからへんことになったねこれ。やばすぎる。